自衛隊が新しい基地の建設計画を進めている鹿児島県の馬毛島は種子島の西 12km に浮かぶ島のことだね。島の周囲約 16.5km、面積約 8.2km の小さな無人島で、島中央部の最も標高の高い地点でも海抜 71.7m ほどしかないほとんど平坦な島で、行政的には種子島の西の表市となっているな。今回はそんな鹿児島県の馬毛島を不沈空母とする計画書が存在した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。太平洋戦争後の1951年昭和26年から緊急開拓事業による農業開拓団が入植を開始されて、1959年昭和34年をピークとして113世帯528人が島に在住してサトウキビ栽培や酪農を営んでいたんだけど、島に河川などはなく地質も農業に適さない土地であったことに加えて、害虫や島に野生化していた鹿による農作物被害が増加したため、島民の生活が困窮することとなって島民は徐々に島を離れ、1980年昭和55年3月に最後の島民が島外に移住して無人島になり、北海道の渡島大島に次いで日本で2番目に面積が広い無人島となっているよ。種子島からは船で30分ほどの距離にあって、その北側は国際海峡という特定海域となっている大隅海峡に接していて、近年では中国海軍などが馬毛島への基地建設を暗示するかのように盛んに航行していることが確認されているね。この馬毛島に対して防衛省が2021年8月6日に飛行場を有する自衛隊基地を建設して、アメリカ海軍第7艦隊の艦載機の訓練もそこで実施されるとして、馬毛島の基地建設に必要な港湾施設なども含めた基地施設のイメージ図を公表したよ。それによると、これまですでに公表していた滑走路や島内施設に加えて、軽空母化改修が進められている海上自衛隊の出雲型護衛艦などの大型艦も入港可能な、仮設桟橋3本などを有する大規模な艦船係留施設を建設するとしているんだって。馬毛島は2007年頃より、アメリカ海軍第7艦隊の原子力空母艦載機による、陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたな。アメリカ海軍の空母艦載機は、空母が横須賀に入港している間は陸上基地において艦上での発着艦に見立てた離着陸訓練、いわゆる FCLP の実施が義務付けられており、空母艦載機のパイロットには空母着艦資格維持のために陸上の飛行場において、平時の場合で年に1回ないし2回、時期は5月か8月に実施されていて、1回の FCLP 訓練は12期間ほどの間昼夜の区別なく実施されるぜ。この FCLP は特に空母出航直前に集中して行われることが多く、その内容は陸上の滑走路を空母の飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返す訓練であり、特に夜間に行われる夜間離着陸訓練 NLP において周辺に住居が存在する陸上の飛行場では騒音問題が発生するわけだ。日本において当初は横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機は厚木基地を陸上基地としていたため、首都圏にある横田基地なども併用して実施されていたんだけど、次第に騒音問題が大きくなったことによって1991年8月からは小笠原諸島の硫黄島基地の飛行場で実施されていたんだよね。しかし、アメリカ海軍では厚木基地から硫黄島基地までの距離が 1000km 以上あり、FCLP のために往復 2000km 以上となる距離を飛行して往復することによって、パイロットの疲労や機体が疲弊して耐用年数が低下することや、飛行のための燃料消費の増大などから来る経費増大に頭を悩ませて不満を感じていたみたい。2017年には空母艦載機の陸上基地は厚木基地から岩国のアメリカ海兵隊基地に移転した際にも、さらに距離が片道 1400km に伸びたこともあり、岩国基地から近い基地での FCLP 実施を日本側に要望していたんだって。さらに硫黄島では火山活動が活発で、島の隆起が著しく早く起こり、飛行場や施設に影響が出ていて、その修復に大きな手間と補修費用がかかっていたらしい。そのような状況下において、馬毛島を所有していたタストンエアポートの当時社長で、
2021年に亡くなった湯田貞志勲氏が島に滑走路を建設するなどして当時民主党政権であった政府や防衛省に飛行基地として利用可能であるとして熱心に売り込みをかけたことによって2010年に防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用するとして滑走路の整備よる航空基地としてだけでなく海兵隊などの上陸作戦演習場や南西諸島有事に備えた事前集積拠点として利用するほか災害派遣時の物資集積場としても使用する計画が立案されて種子島の一市二町などに対して地元説明会が実施されていたぜ。立石市は無人島であるから日本国国内の他の基地で指摘されているような騒音問題や安全面での心配が少ないとして立石市はこれらの条件を利点として訴求しそのために政府に島を要塞として馬毛島を売り込んだと言われているんだけど最近になってそのアピールのための資料として作成されたと見られる馬毛島国策構想事業計画プランが明るみに出て話題になっているね。カラー写真などが使われているその資料によると馬毛島には飛行場だけでなく核弾頭が搭載可能な長距離巡航ミサイルトマホークの発射基地や弾道ミサイルなどが発射されるイメージ図などが書かれていて馬毛島をハリネズミのようにミサイルで武装して要塞化したイメージ図もあるんだって。その甲斐あって2010年には当時の民主党政権が動き立石氏との間で賃料は年に55億円での賃借の取り決めがなされていたとされているがしかしその後の民主党から自民党への政権交代によってその合意は反故にされてしまったな。立石氏はその後2013年に当時の自民党の安倍晋三総理に再び島の購入をお願いする陳情書を提出したとされタストンエアポートの計画書の中で中国が東シナ海に進出して尖閣諸島を力で奪いに来たりあるいは台湾を軍事力によって併合したりした場合には馬毛島を不沈空母とすれば中国軍に対抗することができるとして政府や防衛省を口説き落としたぜ。近年の中国海軍はアメリカ海軍への対抗心を燃やし大型の正規空母3隻を建造し曲がりなりにもそれまでの近海型海軍から遠洋型海軍に変貌を遂げようとしているからね。そのことはすなわち、これまでは台湾海峡さえ海上優勢を取ることは難しいとされていた中国海軍が、アメリカ海軍の空母打撃群のような艦隊の編成が可能となり、いつでも台湾を一つの中国の信念のもとにいつでも軍事力を駆使して南西諸島を制圧して太平洋に進出するものとみられているよ。台湾では今年1月に総統選が実施され、中国とは対立する姿勢を示している民進党の来季与則氏が僅差で当選したんだ。来氏は5月の就任演説で中国に対して台湾に対する政治的軍事的威嚇をやめるように訴え、中国共産党が掲げる一つの中国に否定的な立場を示したというよ。そして中国ではこのことに反発するかのような行動を見せ、2024年5月23日から台湾の近郊において軍事演習を実施しているな。さらに中国外務省の報道官が台湾の独立派はこの先、中国による完全な統一が実施される中で報いを受けることになるとして、台湾側の反中国を掲げる勢力に対して牽制したことについて、日本の永田町界隈ではこのまま互いの発言がエスカレートしていくことになると、業を煮やした中国がいつ台湾への軍事侵攻を開始してもおかしくないとの声が高まっているようだ。そのような情勢の中、日本政府もまた台湾有事が発生した際の問題点解決に動いているとされ、馬毛島は日本政府によって米海軍の FCLP 訓練の候補地として日米安全保障協議委員会にプラス2の公文書に表記され、2018年には防衛省が馬毛島を海上航空用自衛隊の拠点として活用する方針を発表し、2019年にタストンエアポート社との売買契約が合意に至るなど馬毛島を基地化する計画が進んだぜ。ちなみに、馬毛島を不沈空母にするというタストンエアポートの計画については、厚くミサイル配備して要塞化したとしても、中国が巡航ミサイルや弾道ミサイルによって飽和攻撃をかければ地上配備のミサイルはあっという間に全て破壊されるものと思われ、苦労と費用をかけてもほとんど意味がないとの見方が多いみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。